WHO も終わりましたね。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題は WHO 執行理事国になるという発展途上国についてです。なんだかまたきな臭いニュースが入ってきました。どう考えても嫌な予感しかしませんよね。そう思える内容、ワウコリアの記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。韓国がマレーシア、モンゴルとの競争の末に2020年5月から任期を始める WHO 世界保健機構執行理事国に内定した。任期は3年で、韓国は1949年 WHO に加入した後、7番目に執行理事国に進出した。9日、韓国の保健福祉部によると、去る7日から11日まで、フィリピンのマニラで開かれた第70回 WHO 西太平洋地域総会で、韓国が WHO 執行理事国に内定した。WHO 執行理事国は、計34カ国の執行理事国が活動中である。西太平洋地域では、現在、日本とオーストラリア、中国、シンガポール、トンガの計5カ国が WHO 執行理事国として割り当てられている。西太平洋地域に割り当てられた5カ国の WHO 執行理事国の中で、任期が満了する国があれば、該当年度の地域総会で、次の WHO 執行理事国を内定し、翌年の5月に WHO 総会でこれを確定する。2020年に任期が満了する日本の席に、執行理事国として、韓国、マレーシア、モンゴルが立候補を表明し、非公式の会議で、西太平洋地域の国家間での話し合いの結果として、韓国が WHO 執行理事国になることとなった。との内容です。これで WHO が腐敗していくのがわかりますよね。まあもっとも、それまでに国自体がという話ですが、あくまでも2020年までお隣が持ちこたえたとして、その後からまた放射能関連などで日本の近隣諸国が癌になるリスクが高まるとか、いろんな新たなイチャモンをつけてくるのが予想されますよね。お隣は WTO では発展途上国扱いなんですから、せめて発展途上国は執行理事国に入れないようにするとか、そういう対策もしていただきたいものです。あの落ちぶれた国連もそうですが、こんな感じで頼りになる国際機関がどんどんなくなっていくんでしょうね。以上、理事国になったとして正確で客観的な判断なんてできるんですか？